くだい my this is your channel speak 毎度陽一です。いつもご視聴いただきありがとうございます。久々にええ波見つけました。むっちゃいいです。リーバーです。今オフショアが吹いてて、うわむちゃくちゃ波やばい、興奮してきた。インサイドってブワーってバレルになるんですよ。ロングボールバレルです。ついに来た、夏が来た。夏じゃないけど、まだまだまだ真夏じゃないけど来ましたね。うわ最高や。うわどうしよう、めっちゃドキドキしてきた。ということで今日はあれを出します。はい、これでいきます。じゃじゃーん、このチャンネルが生かされてくるんじゃないでしょうか。フィンはこれで、これでいってみます。EN って書いてるフューチャーのね、この青いフィン、これを装着してやっていきたいと思います。さあ今黒川海斗プロが来ましたね。到着してくれました。到着してくれましたっていうのもねえやけど、おはよう。めっちゃいいで、久々に選びやね。ちょっとあれしてよ、陽一チャンネルの視聴者さんにご挨拶して。ありがとうございます。今日クロスアパーの黒川海斗です。やっほー、あめちゃめちゃいい波ですね。めっちゃいい波、インサイド、バレル走ってんだよ。うおぉ、クジラも跳ねてますね。クジラも跳ねてる。なんかはい、今さっきめっちゃでかいの跳ねてました。ほんま、うわ最高やな。風が大天な最高ですね。今日は気持ちのちょっとバナナ食べてチャージしてます。行こうぜ、いや、そうやろうぜ、行きましょう。めっちゃいい。これウェットカイトとカラーマッチングさせたね、リップカールで。いや俺もダブ着たいよ。サーフィン上手くなったら俺ダブ着たさせてもらうわ。ええねんそうっすねって。うわーむっちゃいい波来た。ちょっと見せよ、皆さんにお見せします。来た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 、イエーイ、インサイドでこれがバレルになる。あー巻かない、リップ、次のセットが来てます。あーボードは何でいく、はい、何のボードでいく。今日もあのメーフィムでいます。いいそれ、あこれいいっすね、調子いい、安定っすね。安定、はいはい、あほんま、ええな。ワックスは何使ってるの。ワックスはセックスワックスの、あほんま、はい、ちょいケミカルなやつやな。ちょいケミカル。じゃあ今日は、はい、どんなサーフィンを見せてくれますか。今日ですか。今日はそうですね、やっぱ波もいいんで、思いっきりドライブの効いたカービングターン、うん、とやっぱダイナミックなスプレーズリップをして、でまあこうちょっと風向きに合わせてエアーもできたいなと思ってます。なるほどね。バックサイドエアーを、はい、ちょっと今日はもしできたらいいなと思います、ね、楽しみにしてます。頑張ります。じゃあ俺後からパドルアウトするわ。わかりました、うん、行きます。じゃあ海で、はい、ヒュチャンネル登録よろしく。よっしゃ、一瞬でねアウトに出てきましたね。ソロショット届いてるよ、ここまですごい。信号が見えてますもん、撮影できてる。すごいねこの距離で、結構ね距離長いのよ。
おっしゃ行こうか。GMC ちょっとコードが短いけど頑張って乗っていきたいと思います。向こうが割れ始めた。誰もおれへん。無人ブレイクになっとる。いけるかな。一人だよな。今潰されたけど、チューブの中めっちゃ走れた。あの顔の感覚、バレ気持ちいい。すげえ。やっぱこのチャンネルすごいですね。前に体重かけた分だけ波をガチンと掴んで、うわ走ってた。波を掴んでた。ボトムのこのチャンネルで波をガシンと掴んでた。こういう感覚よ、こういう感覚。気持ちいい、新感覚、これはすごい。この快感。お、カイトが向こうで乗ってる。今
今のカイトのライディングすごかったね。プレーがめっちゃ上がってた。取れてますように。ソロショットくん、エラーが出てます。これにて、ソロショットくんの映像が終了いたします。さよなら、さよなら、さよなら。急にやばくなってきた。あ、カイトが向こうでキューブ入ってる。はあ、流れがめちゃくちゃ流れてるな。あんなすぐな。面が綺麗な時は早いですね、このボード。楽しかった。ああ、よかった。はい、お疲れ様でした。カイトよりも先に上がってきました。僕はね、目標の、1日10本の波に乗るっていうのをね、達成しました。1時間10分ぐらいで、達成しましたね。で、乗った合計距離がですね、424m。波に乗ってた時間っていうのが2分18秒です。はい、それを聞いてどうしろと言うねんっていう感じです。今日は GMC RTT ギャリー・マクニールのボードを、レビューしてきました。レビューじゃない、レビューとは言わないか。別に大してレビューをしてない、乗ってきました。改めて、お見せします。こんなボードですね。このチャンネルがね、こんな風に入ってるんですよ。ここのね、もう水がプシューンと、ここ水をプシューンと抜けて速くて、それを感じれたのがやっぱり波がすごい、の面がすごい綺麗なところで、スロープが長い波に乗った時はやっぱり速かったね。スムーズで速かった。で、チューブの中で一回思いっきり走れたのが、結局そのチューブって潰されてんけど、走れたのがこう波に乗って前足をこの辺にグンと置いて、そしたらこの前足の部分の水が、ここの水がブーって抜けてるのを感じて、で、ボードがね、ガチンとチューブの中で安定してブーって進んでくれたよね。他の、例えばいつものパフォーマンスショートとかやったら、もうその 1.5 秒前ぐらいにバーンと巻かれて、潰されてる感じのところをもっとこう波にバババババって言いながらこうズボーンって進んでたのよね。その感覚が良かった。まあでも基本的にやっぱ俺はラスターじゃないんで、このボード扱うのはむずっちいね。完全にむずっちい。で、今日もソロショットくん、撮っててくれた部分と、撮っててくれてない部分があると思います。まあ、この時点ではね、どんな感じかわからないんですが、お楽しみいただけたんじゃないでしょうか。はい、じゃあもうカイトくんほったらかして帰りましょうか。あ、この後エンディングでちょこっとね、最近あんまり使ってない
あのエンディングのテーマ曲あるじゃないですか、あれを流しながら、カイトとあとねサイさんがね入ってるんですよ。サイさん今お会いしてちょっと挨拶させてもらったんですけど、サイさんも入ってるんで、その2人を見つけてこうやって撮っていこうと思ってますので、エンディングの曲と一緒にそれを流したいと思います。でって言うてるそばから太陽が出てきて、これ逆光になるんですよね。なんとか撮れるかな。撮れたらいいし、撮れなかったら残念だけど、まあ楽しみにしといてください。はい、いつもコメント欄にコメントくださってる皆さんありがとうございます。昨日上げた動画のコメントは今から読みますんで、あの返信させていただきます。あと Twitter、インスタフォロー、もよろしくお願いします。あとですね、そんな感じで、あと陽一サブチャンネルの方も、解説しましたので、ぜひそちらの方もご覧になってください。詳細概要欄に書いてますので、ぜひご覧になってください。はい、今日も楽しいサーフィンやっていきました。これから仕事なんでね、ちょっと慌てて帰りたいと思います。それでは陽一チャンネル、スピリットクークス、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。